台目の車を購入しました。2台目の車はどちらかというとお母さんが日常で使う用の車です。車庫がねそんなにめちゃくちゃ大きいわけじゃないんでコンパクトな車がいいだろうということでお母さんがもう見た目でこれが気に入ったということで買いました。コックピットが可愛いじゃないですか。これね一応中古で買ってます。でも2年ぐらい落ちだよね。だからまあ結構新しい。ねえお母さんなぜかここにも車が入ってた。あ本当だ。これにもある前の所有者の車が。実はねこれマニュアル車なんですよ免許取ってすぐは実家の車がマニュアルだったので、ね、日常じゃないけど運転はしてた、うん、自分で買ったからはずっとオートマしか乗ってないので20年以上のマニュアル。年齢がバレちゃうけどもう20年以上マニュアルを運転してません。家にあの来るまでは自分が運転してきたのでお母さん初20年ぶりマニュアル。やべえ、エンストしそう。エンストね自分も一回したから途中でマジでディーラーからここに来るまで。半透明のなんか板ができてこれに速度表示とかなんかいろんな私なんかフル前傾ですみたいな。まずはバックをしなきゃいけないのでこれじゃ一速度よいしょこれでいいね、うん、クラッチを外しその前に大事なこと忘れてるよ。あ、そうだね。ちょっと待って本当に久しぶりすぎて、まずは、うん、大丈夫、ね、ブレーキは外していいんだっけ。ブレーキから足外しちゃっていいんだっけ。ブレーキ外して外すとでも後ろに行くけどね。今ギアに入ってるでしょ、はい、これで外してそう外すと後ろに下がるよ。下がるでしょ、うん、あれ下がるんだけど、うん、クラッチをつながなきゃいけないじゃん。クラッチつないでもいいけどここはもうそのまま勢いに任せていっちゃった方がいいんじゃない、うん、このさガチッとした感じがすごいあれじゃない。それで前に進むのはこうだね。そう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 。であの踏んだままクラッチ踏んだままこれ 1,2,3,4 ってやっと1,2,3,4で、ね、走ってると最適なギアをここにね表示してくれるの。今3から5に変えなさいとか3から5も出てきたもん。余裕はないと思うけどそこまでクラッチを外す前にアクセルペダルを、うん、そうでハンクラして、うん、おいちょっと頼むよ大丈夫。いや止まるときはクラッチも踏むんだから、ね、いや両方ね。そうおいいじゃんちょっとおいいいよいいよ、はい、それでそうガクガクいってますけど大丈夫ですか。おい3まで入れなくていいこれ。あ、そうなの、うん、あ、エンストしかも3じゃなくて今5に入っとった。5に入った、それはダメだな。やっぱり左手一本にハンドルなるの怖い。あ、ほんと。まあでもね、それも慣れたよ。慣れかな、うん、ミニってコンパクトだからさ、すげえ狭いのかなと思ったけど意外と広く感じるのはなんで。前だから後ろは狭いんだろうけどさ狭くないよね。こんなに狭くないでしょ。もう慣れてきた、うんうん、いやそれ、はい、じゃあもう一回ストップしていい。ハンドルがさ、すごくなんかクイックなんだよね。そのあー、キュッてく、うん、本当にね、反動がめちゃくちゃいいからちょっと切るとウィーって曲がってちゃう。クラッチずっと踏みっぱなしじゃないんだよね。なんだけどまだなんかクラッチ外すのが怖い。あドンって止まりそうな気がして、はいはいはい、だけどそうよね、クラッチはずっとつけっぱなしじゃないもん。これさ自分はあそこで試乗した時に一発でうまく運転できたの結構すごくない。すごいと思う。すごいでしょ。しかもこれ日本だったらさ左の左手操作するのさ、よくそんなことできるな右手で操作しなきゃいけないっていうね。このいや昔ね大学生の頃ゲーセンでさレースゲームのでこのシフトが右手にあったやつをねやったような覚えがあるんだよね。なんかじゃあ路上出てみるかね。えいいでしょ路上。まだ今2足しか入れてないよ。だから行ってみる大丈夫だから。そういうさ無茶なことダメだったらブレーキ踏めばいいしエンストしたら別に止まるだけだからスピードを出さなければいい。うまい今の刷新はうまい。まだ大丈夫落ち着いていいの大丈夫はない。あのトラブルはもう確保してるから大丈夫。大変だねこのシフトのことも考えなきゃいけないし。そうなの、はい、いいよまい、はい、初お母さんマニュアル車で行動。それでさ2速でグイって踏んでみ。いや53速で走ってると、うん、そこのところにほら3から4って出たでしょ。あ見えた。そしたら4にするっていう感じなのね。だからベストなタイミングを一応教えてくれる。すごい。どう乗っててすごいんだけど、うん、
怖い？あのね、うん、いや、あのこうやって乗ってしまえばね、うんうん、そんなにあれなんだけど、はい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 、クラッチの外すタイミングが怖い、うんうん、あそうまだドキドキする。勢いついちゃえばあれでしょ。まあね、うんうん、ただそのとっさの時にどうしても足が出てくるかな。それがね、だからそこは多分ちょっと慣れだよね、うんうん、しばらくでした方がいいよ。そこが怖いな、うん、いい車だよね。今は BMW が買収したから BMW のエンジンだし、でストップしたら、そう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 、前前お母さんなんか覚えてるじゃん、体が、うん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 、いいね、このガクガクってなる感じがさ、マニュアルの感じだよね、これね。いっぺんにいろんなことをしなきゃいけないから、そうそう、知り合わってミニのくせにって思ってるかもしれない。お母さん上手だね。お母さん上手だね。うまいうまい。とっても緊張してます。ほんと、いいよ、いい感じだ、いい感じだよ。うまいうまいうまいやん。いいよいいよ。で、このクラッチのつなぎ方と、うん、シフトはまだちょっとやっぱり、うん、右手を離さなきゃいけないハンドルから、そうだね、うん、それはちょっと怖いけど、走ってさえしまえば、うん、で、ね、あの走ってる最中はクラッチも踏まない、うん、ないし、シフトもほとんどそう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 、いじることないから、そうなの、そうなの、そうするとすごくローブの方がこう上からこう運転してる感じだけど、そう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 、うちの方が道に沿ってるから、そうなの。それでなんかちょっとやっぱりさ、ちっちゃいから余裕があるよね、その道に対して、まあ、幅とかもね、多分演出した時にパニックになるからってさ、どうすんだっけ。いいんだよ、演出はしていいんだよ別にさ、ただブレーキ止まればね、いいわけだから。しかしほんとこの辺とかさ、なんかこうなんか飛行機のコックピットをイメージしたなんかデザインなんで、これはい、ずっと運転してきて、お母さんだいぶ慣れてきましたね。手に汗握ってる。ほんと、でもあのね、だいぶスムーズになってきたよ、ギアチェンジも。ちょこっとね、あーそうか、こんな感じだったかな。そう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 、昔ね、そう思い出してくるよね。そうだったな。やっぱりでも多分これさ、20年前に運転してなかったら絶対に運転できないと思うんだよね、全く。でもやっぱり、いや20年前ってさ、うん、オートマ限定が出始めたじゃない。はい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 。結構女の子はオートマ限定で取ったんだよね、うん、家の車に乗れなくて困ると思って無理してマニュアル取った。マニュアルを取ったんだよね、でこれで20年越しのね、また役に立つ時が来たから、うん、そうよ、本当だよ。もうその後はオートマしか運転してないからさ、うん、怖いんだけどね。だいぶ慣れてきたね。いいね、カズくん、お母さんうまいね。はい、無事に帰ってきました。よくできました、お母さん。まだこれ車庫入れできるかな。このこれまたおしゃれだね、このそれいいかな。これね、ウインカーがさ、この丸なのが可愛くない、これ超可愛い車庫入れ、オッケー、そのまますぐ。Okay.